全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤキンです。こちらですね、スリーコインズ、スリコの2500円のフォールディングチェアなんですけど、こちらはタイプ的にはリノックスタイプの、リノックスのコンパクトチェアに似てるタイプのチェアなんですけども、今回はこちらのスリコの椅子と、あと元祖、こういうタイプのコンパクトチェアを発明したリノックスのチェアは、この2つ、実際、こっちは1万ちょっとするわけなんですよ。こっち2500円。4倍以上お値段違うので、この2つ実際にどれぐらい違うのかっていうのを座り比べしてみたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあ、というわけでですね、まずはこちらの3コインズのボールディングチェア、ちょっと座ってみたいと思います。まあまあまあ、それなりにですね、ちゃんとした作りになってますよ。で、こっちですね、全然違う。座り比べると全然違うですね。なんかね、こっちの方が、なんかね、こう触った感じの硬さはそんなに違わないですけど、座った感じの硬さは、こっちの方がね、なんか柔らかいんですよね。で、こっちの方が、なんかこう、突っ張った感じ、ちょっと硬いんですよ。で、こっちの椅子も悪くはないんですよ、正直。ただ、やっぱり座り心地は全然違うんですよ。大きさも大体同じぐらいなんですよ。感じで大きさは同じぐらいなんですけど、座り心地全然違いますね。で、重さなんですけど、こっちのチェア1が 890g で、袋込みで 960g なんですよ。で、一方こちらバッグ込みで 900g、 実はこっちの方が軽いです、軽さは。ただまあどうだろうな、 60g なんで、このゴールゼロ1個分の重さの違いなんで、これここに転がしたらもうこっちの方が重たいです。それぐらいの違いですね。ほぼほぼ一緒です。なんでこのお値段の差4倍ぐらい違うんですけど、どっちを買うべきかっていう話なんですけど、ずっと使うんだったらフリーボックスの方がいいと思います。それは間違いないんですけど、ただこっちも絶対なしっていうぐらいのレベルの粗悪品とかでは全然ないんで、こっちも別に悪くはないので、実際お値段とかも考えるとコスパはこっちの方がいいですよ。4倍もいいかちょっと微妙です、正直。ずっと長く使うんだったら多分こっちの方が、これもう予想でしかないですけど、先にガタが来るんじゃないかなと思うので、こっちの方が結局4倍長持ちするんじゃないかなという予想です。ちょっとね、作りもやっぱりちょっとチャッチーなって思うところも多々あるので、一番ねやっぱ壊れやすいのはここなんですよ。ここがやっぱりちょっと長持ちするのかちょっと微妙かなって思うので、ここがナイロンなんですよね。ここがナイロンでできてるので、他がポリエステルなんですよね。ナイロン部分が正直ちょっと弱いかもしれない。だから本当に最初キャンプ始めたての頃は色も白で綺麗ですし、これ使うの入ると思うんですけど、長く使うんだったらこっち、リノックス使った方がいいかなと思います。はい、チェア選びのヒントになれば幸いです。では今回の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。